え、どうしよう。え、でもなんか書き方によってはこれ僕炎上するんだけど、どうしよう。え、炎上したくない。どうしよう。嘘炎上する。このお題出したの誰なんだろう。え、僕は自分の書きたいものを書く。そうだ、それでいいだ。でもこれみんな絶対これこうやった方が絶対分かりやすいけど、でも僕炎上するよね。どうしよう、どうしよう。あの、いいよね。僕ファンアートだからさ、しかも下手だし、どうしよう。ちょっと深さ抱えてるとめっちゃ良かったんだけど、もうみんななんかいろんな問題を抱えすぎてて、何が一体どこで何が起こってるのか全く分からん。今戦ってる自分自身と。あ、でもどうしよう。マジでマジでこれしかないんだって。これをやるしか伝える方法がない。これはファンアートです、これはファンアートです。もう書くしかない。これは私もこれ怒られるかもしれないな。僕のそんなにみんなファンアート。いや怒られる。現実とは関係ありません。やばい、ルシアも炎上するかも。え、全員炎上してるじゃん。みんな燃えよう。仲良く炎上しよう。嘘、やめてよ。そうだね。よしよし、いけ。ボスが座るか。しっちゃんのエルモ、お前のせいじゃねえか。どうなるか。まあ、そうなるよね、そうなるよね。ノエルめっちゃ可愛いんだもん。あ、子供、あ、そういうことで。これしかなかったんだって。ねえ、ダメだよこれ。ダメだよそれ。違う、ノエルので合ってる。太ったの、これ。太ったの。太ったの。いっぱい食べたから。太ったの。牛丼だ、牛丼。そう、牛丼がお腹に入ってるだけなの。お腹ってことで。そうなの。なるほどね。そう。あとこれ僕のファンアートだから現実とは関係ないからね、みんな。あ、なるほどね。食べ過ぎだってばよ。食べ過ぎだから、ね、食べ過ぎだよ。ね、いっぱい食べてほしいな。じゃあ、ルシアのアルバム見よっかね。うん。